トニーナはメキシコのチアパス州にある古代マヤの遺跡。今のオコシンゴの東、オコシンゴ盆地の北の斜面に位置する。65キロメートルほど北にはパレンケがある。マヤの低地と高地を結ぶ貿易の用地であったかもしれない。トニーナは現代の名で古ンキにはポ、またはポポと呼ばれた。 縛られた捕虜を描いたモニュメントが多数発見されているフリーズ。かつては再色されていた球技で対戦する期日、バークナルチャークとカラクムルオーマヤ遺跡の多くが平地で、あるのに対し、トニナは、急斜面上に7層からなるテラスを設けており、その上に建てられた多数の建物の眺めは壮観である。一番下に大きな神殿と球技場がある。異物は数が多く、 マや神聖も慈悲文修正には250種類ほどがあるとしているが、現在も発見され続けている。捕虜を描いた多数の像や祭祀の奉納に使われた円盤状のモニュメントなどがある。第5層からは、奇怪な彫刻を施した漆喰のフリーズが発見された。2015年、トニナのアクロポリスの下にあるのはそれまで考えられていたような自然の丘ではなく、 七十四メートルの高さを持つ巨大なピラミッドであることが分かったと発表された。トニナでは古典期前期の建築の上に古典期後期の建築が建てられているため、今のところ六世紀より前の歴史については分からない。六百八十七年にパレンケに攻撃されて破れたが、六百八十八年に気にちバーくなるチャークが即位すると外省を繰り返し、東のラカンドン地方にも、 勢力を伸ばした。パレンケと歯を争い、711年にはパレンケを破ってその王を捉えた。九世紀に入ると、他のマヤの都市と同様に衰退したが、辺境に位置していたためか、比較的遅くまで残った。10.4、0.0、0, 0の長期歴の日付を記した石碑が残るが、これはマヤの長期歴で最も遅い日付である。その後も100年ほどは、 人が住んでいたかもしれない。フアニアデウンは、トロテカの特徴を持つ旧世紀の墓を発掘し、中央メキシコ人に占領されたという説を述べている。1545年に、ドミニコ海によって、近くのオコシンゴに教会が建てられた。17世紀の終わりに、修道士、ハシントガリドが、初めてトニナの記録を残した。1808年に、ルクセンブルク出身のギオーム・デュペイが、 トニナを訪れた。1920年代に、デンマークのフランスブロムと、アメリカ合衆国のオリバー・ラファージによる、最初の科学的な調査結果が出版された。1972年から1980年まで、フランスのメキシコ考古学調査団が発掘を行った。1978年以降、フアン・ヤデウン率いるメキシコの国立人類学歴史研究所によって、 発掘と修復が行われている。ありがとうございます。